おやきの製造実演の様子。平鍋で表面を乾かした後、いろりの灰に埋めて、蒸し焼きにする。おやきは、小麦粉、そば粉などを水で溶いて練り、薄く伸ばした皮で、小豆、野菜などで作ったあんを包み、焼いた食品である。形状は、円形で、直径8から10センチメートル程度が、一般的。長野県の郷土料理として知られる。焼き餅、あんびん。 などとも呼ばれる。長野県の寒冷地である北新地方や安曇野地方発祥で冬季における米の大養殖として各家庭に受け継がれお盆の毎年8月14日には仏前の供物として備える風習があったが次第に観光資源としての価値が高まるにつれてお焼きを常食する食文化のない地域までも含めた長野県全域の名物として広まった 和菓子店などでも販売されていたが、1980年代後半以降には、お焼きの専門店も登場した。同様の粉物食品は、長野県のみならず、気候や地形、推理の関係で、稲作が難しく、米以外の雑穀類を多く食べた日本各地で作られている。長野県の多くの地域は、急旬な地形や寒冷な気候ゆえに、米の栽培に適さない。したがって、 米の代わりに小麦や蕎麦を原料とした食品が古くから食べられていた。お焼きはその一つであり、小麦粉や蕎麦粉を練って作った皮で具を包む。一方、豪雪地帯の下見の地群境村は小麦の栽培に適さない代わりに稲作には向いているため、米粉を原料としたあんぼというお焼きが作られてきた。あんの材料には野菜、山菜が用いられるのが一般的。 長野県の名物である野沢菜漬けもよく入れられる。このほかナス、おから、キノコ、カボチャ、切り干し大根、複数の野菜を混ぜたもの、くるみなど様々な種類がある。野菜、山菜のあんは、あらかじめ味噌、塩、醤油などで味付けをしておく。太平洋岸、日本海沿岸と交流が多かった地区では、塩三ンやイワシなど魚をあんに用いることもあった。 小豆餡やカボチャを入れた甘い菓子風のお焼きもある。地元住民の軽食や観光客向けの土産物として広まるにつれ、カレー味やチーズ入りのピザ風お焼きなど一段と多彩になっている。元は小麦粉や雑穀粉の皮で餡を包み、放楽で表面を軽く焼いて乾かしてから、いろりの厚い灰に埋め、蒸し焼きにした食品だった。しかし、各家庭から、 色りがなくなった現代では、油をひいた鉄板で焼くか、オーブンなどで炙り焼きにする。長野市中心部など、全港寺平では、お焼きの名前ながら、せいろや蒸し器で蒸すのが、一般的である。現在では、コンビニエンスストアに置かれたり、冷凍されたお焼きが、通信販売で全国に出荷されているほか、海外の催しにも出品している。高速道路のパーキングや物屋の一部では、 中身をおやき特有の具に差し替えただけの中華まんがおやきとして売られていることがある。水曜どうでしょうの対決列島企画で長野対決の種目となった。ありがとうございます。